キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキトキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。また月曜日始まっちゃいましたね。1週間、はい、お疲れ様でございます。ドバンということで、いかがお過ごしでしょうか。今日のこちらの方面はまた快晴になりました。ちょっともやかかったけど快晴でございますね。暑いね。はい、朝から気合入れていかんとやばいなっていう感じの天気でございます。はい、また、今週、来週か。もう来週でも8月終わりますね。はい、もうあっという間ですね。いやー、今年は暑いなー。今年の夏は暑かったなーという感じですかね。はーい。園芸活動いかがでしょうか。あー、ひまわりを育ててる人もおればって。まあまあ、子供がね、育ててるかもしれないけど。今これをね、聞いてらっしゃる方はもう本当もう食中毒真っ盛りではないだろうかと思うんですけど、もう昨日も話しましたけど、もう終わるよ。今年もう終わるよ。これ夏からもう秋、冬って早いよ。はい。また家にね、直し込んでっていう作業が来ますよ。あー、もう本当、それで毎年ね、いやー、これちょっと家に入りきらんばいということで、なんかもうバタバタ、ストーリーで、これ欲しい人みたいなね、っていうのをされてる方結構いますよね。まあ、そうなる可能性がある前にいろいろと考えて、ね、家の中改装して、増築するなり、ね、家を買うなりはたまたもう諦めて地植えで行くか、暗気ですみたいな感じでぶっ刺すとかね誰がするかいという感じですよね。はい、すいませんということでございます。はい、ということなんですけど、インスタどうでしょうか。はー、まあ、ポチポチ、やっぱりあれですよね。もうこんだけ暑いから、もう普段されてる方もちょっとこうペースダウンしてる人もいますね、私を含めね。はい。で、やっぱりこう、ライブとかをね、結構そういうのが好きな方はもう定期的に。それ考えると、アガスワさん、すごいパワーあるよね。あの人はもう本当、定期的に毎日、されてますよね。A 型かしら。はい。知らんけどって感じですよね。はい。さて、あとはどうでしょうか。もうあれですね、皆さんのところにもという感じだと思うんですけど、今健康診断とかかな、結構、通知が来てたりするのかな。私もね、そろそろ、健康診断申し込んでやらないかん感じなんですけど、本当ね、健康診断ってね、毎年しかないかんのですけどね、してないですよね。あー、まあ、いかんよって感じなんですけど、皆さんは会社とかかな、でされるんじゃないですかね。いやー、まあコロナになってっていうのもあったんですけど、やっと今ね、ちょっとこう、まあちょっとそういうのが見えなくなってきたっていう感じですか。本当はコロナまんまんなんでしょうけどですね。相変わらずマスクはしてますけど、もうしてない人いますもんね。そりゃそうっすよね。暑いからこんなするちょっとどうなんていう方もいらっしゃるでしょうかですね。仕事からちょっと厳しい方もいらっしゃるでしょうし、吉野さんとかあんな汗ブリブリねかきながらね、鉄パイプみたいなのをなんか溶接したりなんかしてましたけど、あー、それやれんですよね。ああいう仕事の人は本当できないと思う。いやー、もうしょうがないもん。そんなんで打つってもうどうしようもないもんね。あー、仕事休めっていうわけにもいかんからですね。あー、本当そんな感じで思います。なんかあれらしいですね、コロナのの、よりも、なんか今の方がなんかこう、お店を潰れたり、なんか倒産する人が多いみたいですよ。なかなかあるみたいですね。結構融資もただでいいけどって、それ多分回収ができてないじゃないですか。だからそんな感じがしますね。今じゃあ何が儲かったんだよっていう話でしょ。今全体的に、厳しいのはもう変わらないと思いますね。その中でもこうポンとこう多分これが儲かってるなっていうのが、というか動いてるなっていうのが
あるらしいですよ。はい、じゃあこの続きはまた後で。バキコキさんのブレーキ。はい、バキバキさんのブレーキ続きですということで、今日も暑いなー、朝からもうね、ダグダグで、なんかもう、もう風呂入りたい感じです。シャワー浴びたい感じですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ただいまの時刻は8時47分として、まあ、8時から、だいたいカーンとこう、日がなんか強くなるよね。最近なんか日が照って暑くなって目が覚めることが多くて、もうね、毎日なんか6時ぐらいに1回ふっと目がやっぱ覚めてますね。やっぱその時から暑くなってきてるのかなというのは思うんですよね。逆にこれが冬でこう寒い時やったら、もう多分もう8時までも爆睡でしょうね。ガーッと寝てるでしょうからね。まあこんな天気くっそ暑いのが洗車してますね。洗車ってあれらしいっすよね。なんかカンカンベリベリはあんまり洗顔らしいっすよね。洗車機とかにぶっ込むやつはね、別にいいんでしょうけど、自分でこうやるときは、まあ、すぐやっぱカーブじゃないですか。だからすぐ水垢がついちゃうんで、なかなかね、ちょっと洗車は、ちょっと曇りぐらいのときのがええよーって、結局ワックスも、曇りぐらいのがええよーっ って言われておりますよね。はい、まあそんな雑学もぶっ込んでおきます。はい役立つかいっていう感じですけどね。はい、先ほどちょっと話をしてましたが、今この動きがあるっていうのはですね、もう金融市場ですよ。はい、金融市場といえば株とかね、はい、為替とかいろいろあると思うんですけど、その中でも為替ですね。為替の方が今動いてるそうです。なんでかって言ったら、日本は円安、今140、まあ、150、160とかいくやないかとかって言われてるんですよね。ということは、それで稼ぐって言ったら株では稼げないらしいですね。だから為替の取引、FX とか聞いたことあると思うんですけど、あれが今すごい調子がいいというか、まあ、動きがあるっていうことで、まあ、9月まで結構狙えるんじゃなかろうかっていうね、今話をしてますけど、それをする元手がございませんっていうことなので、残念なんですけどですね。まあ、どんな時代でもね、そういうタイミングがあるときにお金を持ってないとダメですし、お金を持っとっても多分それは慎重になってできんとでしょうねっていうのが現状でしょうからですね。はい、まあそれもしょうがないです。はい、あとはもうギャンブルなんかしても今も絶対ですよ。もうなかなか勝ち取れる確率低いじゃないですか。なかなか厳しいと思います。だからパチプロの人たちも結構厳しいみたいですよね。昨日かな、昨日ちょうどこちらは北九州には、小倉競馬場っていうのがあるんですけどね、はい、そこの前通ってたんですけど、多かった、すごかったですよ。もう車もうずらーって並んでましたもん。そんなに馬見たいか、そんなに馬かけたいかみたいなね。こっちはね、結構ギャンブルをするところ多いです。まあパチンコとかまあ結構ね、どこに行ってもあると思うんですけど、北九州は競馬でしょ、競輪もあるでしょ、ね、でちょっと外れたらボートもありますし、結構ギャンブルです。はい、ギャンブル結構ありますよね。はい、でもうちょっと離れていくと、今度はオートですか、バイクですね、オートレースですね。そう結構ありますよ。どうなんでしょうね、まあそれ結構そういう段階で儲かるよとか言って言いますけど、結構身近な人は損してるよっていう人ばっかなんですけどね私がギャンブルしませんので、ちょっと詳しくは分かんないんですけどですね。まあそれがボケ防止にいいのかねとか思いながら、どうなんかねとか思いますけどね。まあほどほどで楽しんでくださいよっていう感じですけど、なんかちょっとね、それしに行こうっていう感じじゃないですもんね。まあ今ネットとかで買えるらしいですけど、意味わからないですもんね。まあ楽しければいいんじゃないですかって思っております。はい、じゃあ今週もまた暑い日はまだ続くのかな。もう洗濯物がよく乾いて、感じやなって感じなんですけど主婦か
まあそんな感じで今週も頑張っていきましょう。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。せっけみり。今日はメルカリで面白いものが出品されていましたので、そちらをご紹介いたします。なかなかのカリスマですね。一服中でしょうか。周りのものが気になりますね。激しく躍動感を感じます。大号でしょうか。鼻くそ投げられてムカついてますね。何かお金のトラブルがあったのでしょうか。資産が特徴の鈴木雅之。周りの動物が可愛い。ラバンドピース。食パンマンが白目。もはや踏んだり蹴ったり。きっと素材が日本製。やはりメイドインジャパンが大人気。きっとチタン製。嫌な格好を塗りつぶしたいのでしょう。いつでも我が家の猫が一番。魔界からのいざない。監禁すると儲けはいくら。買う人おるのか。いました。